ジュニア・ジョーンズはアメリカ合衆国の男性プロボクサー。ニューヨーク州ブルックリン出身。バンタム級とスーパーバンタム級の2階級で世界王座を獲得。1988年、ニューヨーク州ゴールデングローブ選手権大会のノービス選手権119、ポンド級で優勝。翌年の1989年には東大街道階級のオープン選手権でも優勝した。 ソウルオリンピックの国内予選では、ケネディ・マッキニーに敗れて、出場権を逃している。戦績は150勝9敗。1989年6月8日、1ラウンド TKO 勝利で、プロのキャリアをスタート。1991年10月24日、元 IBF 世界フライ級チャンピオンのローランド・ボホールに判定勝利。1991年12月12日、 スバ全米バンタム級王座決定戦で、後に、ビクトル・ラバナレスの世界王座に挑戦するダドイ、アンデュハルに9ラウンド TKO で勝利し、初のプロタイトルを獲得。1993年1月15日、WBC アメリカ大陸バンタム級王座決定戦で、フアン・パブロ・サラサールを2ラウンド TKO で下して、タイトル獲得。 1993年10月23日、WBA 世界バンタム級王者、ホルヘイリセールフリオに挑戦。4ラウンドにダウンを奪われるものの11ラウンドにダウンを奪い返し、3から0の判定で王者に初黒星をつけ、無敗のまま世界タイトルを獲得した。1994年1月8日、元 WBO、WBA 世界フライ級チャンピオンの エルビス・アルバレスとの初防衛戦でフルラウンドを戦い、二人のジャッジがフルマークをつける圧勝で防衛に成功。1994年4月22日、二度目の防衛戦で、副兵ジョン・マイケル・ジョンソンに11ラウンド TKO で、敗れて防衛失敗。かつてプロ4戦目で判定勝利している相手に初黒星を喫し、タイトルを手放した。 1994年6月12日、元 WBO 世界、スーパーバンタム級チャンピオンのオルランド・フェルナンデスに10ラウンド判定勝利で、再起。1994年10月22日、再起2戦目で無名のダリル・ピンクニーを相手にまたもや、打たれ、脆さを露呈し、3ラウンド TKO 負けで、世界戦線から脱落。 1996年3月23日、6連勝を経て、16度防衛のバンタム級最多、連続防衛記録を持つ元、IBF 世界バンタム級王者、オルランド・カニザレスとの白熱のサバイバルマッチを12ラウンド判定勝利で制する。なお、この試合は、マイナータイトルの IBC 世界、スーパーバンタム級王座決定戦として行われた。 1996年11月22日、当時43戦全勝で8連続防衛中の強打者、マルコ・アントニオ・バレラの WBO 世界、スーパーバンタム級王座に挑戦。圧倒的不利の予想の中、第5ラウンドに強烈なミニストレートをヒットし、ダウンを奪うと立ち上がったところを、さらにダウンを追加。これと同時に、バレラ側のセコンドが、 リングに上がったため反則失格で勝利となったが、実質的な子で大番狂わせを演じ、2階級制覇。1997年4月18日、王者と挑戦者との立場を入れ替え、マルコ・アントニオ・バレラと再戦。前回の勝利は、フロックと見られ、今回も下馬評は、バレラ有利。しかし、12ラウンドを戦い抜き3から0の判定で、バレラを返り討ちにし、 初防衛に成功。1997年12月19日、アマチュア時代のライバルで、元 IBF 世界、スーパーバンタム級チャンピオンのケネディ・マッキニーに4ラウンド逆転 TKO で、破れ、2度目の防衛に失敗。1998年9月12日、WBC 世界スーパーバンタム級チャンピオンのエリック・モラレスに挑戦。初回から思い切り右のパンチを振って、 好調さが伺えたが、4ラウンドにカウンターを浴びて、TKO 負け。後にバレラと共に、軽量級に一時代を築くことになるモラレスの出世試合とされてしまった。1999年2月17日、今世界スーパーフェザー級王座決定戦で、元 IBF 世界フェザー級チャンピオンのトム・ジョンソンと対戦。3から0の判定勝ちでタイトルを獲得。 1999年4月10日、イボ世界フェザー級王座決定戦で、リチャード・エバットと対戦。11ラウンド TKO 勝ちでタイトルを獲得。1999年11月12日、元 WBC 世界、スーパーバンタム級、IBF 世界、スーパーフェザー級チャンピオンのトレーシー・ハリス・パターソンに、2から0で判定勝ち。2000年4月29日、保持する。 イボー王座をかけ、IBF 世界フェザー級王者のポール・イングルとの王座統一戦を行い、11ラウンド TKO 負け。2002年12月6日、7連敗中の無名のアイバン・アルバレスに0から3の判定負け。これが最後の試合となった。引退後は、地元ブルックリンにてトレーナーとして、更新の指導に当たっている。通算戦績56戦50勝6敗。 ありがとうございます。